今回はワイルドリフトのワーウィックを使ったトップレーンでの運用をご紹介していこうかと思います。実は地味に隠れ OP キャラとしてトップレーンで現在、頑張りがちなキャラクターですね。中国のトップレーンの運用率ですねのところでトップ5ぐらいには入ってるんじゃないですかね。勝率としてだいぶ高い数値をマークしてますので、使う人ぞ使うというようなトップレーンですね。レベル1からめちゃめちゃゴリゴリにダメージトレードしていけるキャラクターになりますので、スキル1の回復が割とバカにならんぐらい回復します。で、育っていく後半だととんでもねえぐらい回復しますので、それぐらいスキルスペック高いですね。で、特に今だとトップレーンでジャックスかなりのピック率でバンされることも最近だととことこ出てきますが、そのジャックスにしてもかなり戦えます。特にこんな感じでレベル1先行することができれば、次のもこのフィアを使ってキルラインですね。このフィアからのイグナイト AA で吹っ飛ばせます。で、逆にもう最初レベル1で分からせた場合は高確率でしゃぶり続けることができる、またキャラクターですね。なんで何て言うんでしょう、限界バトルをする、で敵を倒す、でも1スキでリコールしずレーンに居座る、敵からすると装備更新してない、さっきスペル使ったいけるんちゃうんっていうの でもう一回敵がおかわりしに来てくれて、そのおかわりをがっつりもう一回食べれますね。なんで逆に自分が敵のワービックにやられた時はおとなしくした方がいいです。あの傷口がとんでもなく広がります。逆に、こけてしまったとしても、とんでもない回復力があるので、その結果1デス2デスぐらいだったらワンチャン巻き返せる可能性もあると。ちなみに巻き返せるとは言ってないです。ここは注意してください。で、特にジャングルのガンクに対しての合わせがめっちゃ強いですね。今みたいなウルトを絡めて入ってしまえばかなりの時間高速フィアーと合わせてできますので、野良の方はちょっと難しいかもしれないですけど、今回ジャングルの方身内ですので、こんな感じでうまいこと連携しておくとグッドですね。で、見てください、これリコールしてないのにヘルスがパンパンになってるっていう、ちょっとマナだけ、意外とワーウィックスキルガン回しするとマナきついです。そこはちょっと要注意ですね。で、これ敵のジャックスからしたら、要するに倒しているしタワープレ取ってるけどリコールしてないから結局装備は変わっとらんのですよね。逆にジャックスは死んでも装備更新して戻ってきてるので、これで別に戦ってもジャックスからしたらそんなに、なんて言うんでしょう、マイナスではないんですよ。だからこれジャックス戦ってくれる気がしますね。で、フィアの3スキの使い方なんですけど、ジャックスとの対面のマッチアップに関してはジャックスの3を見てちょっと時間を置いてから3叩いてあげれば、ジャックスのスタンに対してフィア重ねられますので、そうするとほとんど意味がない。で、タワー下にいるときですね、これ安全圏かと思いきや、ジャックスの AA 向こうの3隙があったとしても、大体5割ぐらいですね、イグナイト絡めてしまえば、キルラインに入りますので、めちゃくちゃ強いです。なんで今、本当にトップワーウィック。多分あんま出てこないと思うんですよ。私も、ランク回しまくってても、1日回しても1回出てくるか出てこないか。ちなみに昨日、たまたま、ちょっとこの、動画投稿がいつになるか分かんないですけど、ちょうどこの撮影した日の昨日ですね、昨日の夜中ワーウィックトップが出てきて、ああ初めて見るじゃん味方でと思ったんですけど、ちなみにワーウィック1位でグラマスだったかな。その試合はチャレグラマスぐらいのマッチアップの試合で、ものの見事にチャレがずっこけたのをワーウィックトップが全て蹴散らしましたね。ちなみにこれジャングルでしょ、身内で一緒にやってるんですけど、唐突に頭おかしくなってリコールしちゃいましたね。あのタイミングでリコールかなりきついですね。タトゥーも忘れてたって言ってますけど、結果大惨事にはならなかったですけど、これやると敵にダブルバフ取られるパターンになっちゃいますから、ちょっと要注意ですね。トップレーンが高確率で負けてることが多いですので、それでこれやったらマジで終わりですね。今回は相手のジャックスが負けてタワー折りゲーに移行してるのでよかったんですが、かなり危なかったですね今のは。で、前回かな、ジャングル、ごめんなさい、その順番もわかんないんであれですけど、先日上げたワーウィックジャングルの動画でも言ったんですけど、硬くはないんですよ、こいつ。なんで、1対他、5人は戦えないです。でも、バンプがあるので、これぐらいの小競り合いの集団戦の時のデスラインですね。敵がこっちの倒せるライン。敵からしたらキルラインですよね。見余りがちですね。なんで、ああいう時も巻き返せる可能性がある。で、この1スキのブリンクからのウルト、これよく対応しますので、覚えておいた方がいいコンボですね。これ1スキをラストヒットでミニオン消すので、まず1のクールダウンが半分返ってきてるんですよ。合わせて
ファーストストライクサドンインパクトが入っているのでブリンクによって、ダメージアップの貫通の効果が出てます。かなり強いですね。でも、まあ、この試合その敵に懸念だったりとか、カルマだったりとかはたまた懸念、そう懸念ケインカルマこの辺のちょっとだるい CC だったりとかケインのワンパンがあるので、まあ、正直かなり渋いんですよね。で、ケネンのルトに突っかかるとスタンでやはり生きのスキルが出なくて生き残られなくなっちゃったりするのでその辺の CC をどうするかなんですけど3スキを叩かないと割と柔らかいんですよ。もちろんバンプはできるんですけど CC 食らったらウルト止まっちゃいますので、まあ、そういったところからちょっとあまりにもそのバンプ力とか育ってるからって過信すると普通に吹っ飛ばされますね。ここマジでそのシーンだったんですよね。ジャックスの3スキが1回見たんでよかったかなと思いきや、まあ、ジャックスって今普通に3上げするんでその結果ウルト3上がってくるかなと思ったんですが見てからでも間に合うかなと思ったら全然間に合わなくてどえらいシーンですね。あれでシャットジャックスに入っちゃったんですよね。なんでジャックスの3にウルト重ねると、ウルトがジャックスの3で止まるんですよね。でその辺もあんま良くないですね。先打ちでウルト当てれたらいいんですけどジャックスに3キャストされるとちょっとめんどくさいことになります。その辺もちょっとわらわらのウルト良くないとこですね。まあサッシュ使えばとは思ったんですが、まあ、一応そのためにサッシュ持ってるんですけどちょっとサッシュじゃなく今回はステイシスだったと思いますね。まあ、ケインが後半一生このキャンプというか私に突っ込んでくるので、まあ、今みたいな当たり方であれば耐えれるんですけど集団戦ごちゃごちゃしてる時にケインのタゲを食らうとちょっと耐えきれんですね。ただまあ見て分かる通りめちゃめちゃいい回復しますよね。じゃ本当にぶっ壊れたぐらい1スキで回復するのでヘルスが一定数以下だとやばいですね。回復具合がまあお互い落とす落とさないの戦いをこれ牽引としてますね。やっぱ2スキもグッドなんですけど今日注意しないといけないのが1回貯めるんでなんか即追いたい時に2スキキャスすると2スキうんってやっただけで逆に追いつけなくなっちゃうみたいなことありますからその辺はちょっと注意してください。ただやっぱりウルトが早いんですよね発動が。その結果うんってなっちゃうことあるのでその辺もちょっとまあ慣れが必要というか意外と発動早いっていうでここやりいや私やらかしましたね。これリプレイ見ても、なんでこれ透けたんだってずっと分かんなかったんですけどただただカルマのシールドとケインのエッジが重なっててケインのエッジに私のウルトがドジされた結果あんなことになりましたね。これマジでやらかしましたね。なんで注意しないといけないのがまず敵がサッシュ持ってるかどうかはマジで見た方がいいですね。合わせてサッシュがなかった場合だったとしても今みたいなエッジとかクラウンですね大事なウルトがマジでエッジされるともう終わりですから今は終わりましたね。今回は私が敵の装備確認不足でぶっ飛ばされたゲームですね。まあ、こういうのもあるのでしっかりこまめに敵は何が作ってるか確認した上で集団戦戦った方がいいという悪い例でした。以上ワービックトップレーンでした。